10月10日から適用されるマスターデュエルのリミットレギュレーションが発表され、ポセンペイ・ケルベック、ナンバーズ89、電脳銃ディアブロシスが禁止カードに指定。素早いビーバー、ティアラメンツ・ハフニスが制限カードとなり、竜剣士ラスター・ペンディラム、ナンバーズ75、枠乱のゴシップ・シャドウ、アダマシア・アナライザーが無制限カードとなって。まずは禁止カードだが、コセンペイ・ケルベクは OCG でも直近の改定で禁止カードになっており、マスターデュエルでも足並みを揃えてきた感じはあるな。メイルーとアギドの禁止でランクまではティアラメンツを見る機会がめっきり減ってしまったのだが、このタイミングでの規制は次のパックでティアラメンツクシャトリラが実装され、それに伴い前もって禁止にしておいたという可能性が高いな。ティアラメンツクシャトリラは OCG の改定で制限カードに指定されたばかりであり、メイルーが禁止になったとはいえ、ヒトカラスが健在のマスターデュエルで実装するにあたり、石津と決別するタイミングとしてはここしかないという判断なのだろう。OCG マスターデュエルともに2枚の禁止カードを出した姉上のカードの活躍は9月で幕を閉じることになりそうだね。ナンバーズ89、電脳銃ディアブロシスはランク7のエクシーズで、相手のエクストラデッキから1枚を選んで裏側除外。裏側でカードを除外されると相手のデッキの上から追加で裏側除外と、ランクと効果、見た目も含めてクシャトリラと全てが噛み合っており、クシャトリラ・シャングリラと並ぶと恐怖の先行完全封鎖を行えるのだが、おそらく次のパックでクシャトリラの追加カードが実装され、フルパワーになることが予想されるので、それに伴う事前規制といったところだろう。海外ではすでに禁止カードになっているディアブロシスであるが、同じ改定でアライズハートも制限指定されたものの、あちらではパライゾスとフェンリルが無制限という事情もあり、環境で活躍をし続け、直近の改定でアライズハートが禁止カードになるほどのパワーを誇っている。マスターデュエルではおそらくパライゾスあたりは制限で実装されそうではあるが、新カードによって展開力が大幅に向上し、マクロコスモスプラスフリーチェーンの除外を兼ね備えたアライズハートを容易に立てられるため、ディアブロシスの事前規制により先行の完全制圧は難しくなるが、間違いなくクシャトリラが今後の環境の中心になってくるだろう。続いては制限カードであるが、素早いビーバーはスプライトの初動カードとして採用されており、スプライトスプリンドから素早いアンコをデッキから落としてビーバー2体を展開するなど、スプライトの展開を支えてきたカードだって。前回の改定でスプライトジェットキガエルが制限指定となり、かなりパワーダウンしたものの、トライブリゲードなどと組み合わせて環境で活躍していたが、素早いビーバーの制限指定により初動札が減り、トライブリゲードとの相性も活かしづらくなる。素早いモモンガなどを採用することで素早い展開自体は維持できなくはないが、かなりの痛手と言えるだろうね。規制の理由としてはスプライトと相性がいいリチュアが次のパックで登場すると思われ、ビーバーを規制する代わりに今後はスプライトとリチュアの組み合わせを推奨するという流れなのかもしれないね。ティアラメンツ・ハウフニスの制限はティアラメンツ・クシャトリラ実装前の下準備といった感じであり、ティアラメンツ・クシャトリラが無制限で実装された場合、ティアラメンツがどれほど戦えるのか気になるところではあるな。制限解除されたカードは前回の改定で禁止になったロンゴミアンとブロックドラゴンと相性が良かったアダマシアとゴシップシャドウが晴れて緩和となって、総じて OCG の改定と足並みを揃えてきた感じはあるが、クシャトリラの新カードの実装がおそらく10月10日前後に来ると思われるので、ディアブロシスが禁止になったものの数倍パワーが上がったクシャトリラが環境でどのように活躍するのか、恐ろしいながらも楽しみではあるな。ティアラメンツもティアラメンツクシャトリラが実装されればクシャトリラとのシナジーがより強力になるので、復権したティアラメンツと強化されたクシャトリラが争う環境になるのか、10月の環境に備えたいところではあるな。というわけで、俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。